なんか勝ち数がさ、枠取り始めた時と変わんないはずなのに、順位だけ落ちてるんだけどな。これなんとかなんないかな、そういう問題。はい、153位絶対食うよ。うわー、きつ。あー、もう一番きついやつじゃんこれ。対面ダイヤまでなんとかするしかないか。いやー、これはちょっときつすぎるなー。これはちょっと無理があるなぁ。まあヤドランは確定か。いやでもバンギちゃんと役割対象相手にいるんだよな。持ってきたいとこだけど。いやでもこれしかないわ、さすがに。どうしても、いや、パチンコドラゴンの選出を切るのはバカすぎる。出てこないわけがないもん。まあ切るならまだエースバンの方かもしんないけど、ただ一緒にピクシー、あ、じゃあハピナスと、ハピナスじゃない、トゲキスと、ヤドランって投げれば、ウラオスに両対応効くから、その時のアドは結構あるんだよね。で、トゲキスにはトゲキスで勝つしかねえな。対面台まで。まあ、無理やり押し付けに行く。あー、トゲキスか。だから、こっちのこの、ここで、バンギがいることを考えると、まあきついはずなんだよね。ここは勝負するしかないわ、いきなり。相手何？え？なんかある？タクもダイマックスしないで相手もタクんでるとかあったら、あ、来た、一番安いやつ、一番安いやつ。うん、同速だね、エアスラ打ってきたってことは。いやでもさすがにこれはね、たくんでるからこっちに分があるよ。ダイマックスしたらその分割合っていうか、その倍率かかるわけだし、絶対こっちの方が有利。こっからはスーパー同速ゲーなんだけど、いやさすがにこれはもらうぞ。この勝負はさすがにもらう。絶対こんなの先にたくんでる方が有利に決まってんだろう。はい、相手の方が早い。まあね、ヒットポイントは2倍になるけど、ダメージは2倍にならないからね。これ半分いくでしょ、さすがに。いくよね、OK。残飯とかやめろ。回復アイテムやめろ。これ相手裏トゲキス無理なやつでしょ。大ジェット連打で突っ込んでやるわ。大ウォール。これ引くのかな、裏に。いやー、さすがにでも押し付けれると思うけどな、ダメージを。どう考えても。しかもこっちの方が先に動くなら、ヒットポイント温存できてるから強い。上から身代わり張って無理やり木の実食いに行けるね、やろうと思えば。オッケー、ダイマックスも潰せたし、多分チビになったトゲキスをなんとかしようって話だと思うけど、ここでゴリランダーか。ガムシャラ普通にありそう。まあ一回グラスラから来るの、耐えるでしょ。オッケー、
これさすがにハチマキだな。これグラスフィールド切れるまで粘っていいやつだよね、おそらく。日差し連打でいいよ。さすがにハチマキ、それは。うん、でもグラスラならちょっと余裕あるかな。いやー、初手のエアスラ相当甘えたな、これ。相手。エースバーン。初手のエアスラ世界一甘えたでしょ。振り切ってダイジェットか、悪巧みがどっちから入るのが強いでしょ、多分。これで、エアスラ打っていいや。まあ、さすがにね。はいはいはい。まあ、さすがにね。これはオッケー格上食ったぞ。よっしゃ。まあでも言うて今日かなり格下に座れてるから、ちょっとぐらい上から取り返さないと許されない。許してもらえる。これぐらいは順位確認して終わります。今日は、はい、618位ね。じゃあ、オッツ。